東進 TV 大学ニュースでは全国各地の大学情報をお届けします。今回は早稲田大学の卒業式です。早稲田大学の精神を受け継ぎ、次世代のリーダーとして社会での活躍が期待される卒業生の方々にお話を伺ってきました。その様子をご覧ください。本当にいろんな人がいて、さっき言ってたみたいにいきなり踊り出す人もいたり、すごい真面目に勉強をすごい頑張ってる人とか、バイト漬けの人とかもたくさんいて、本当にいっぱいいろんな人がいる楽しい大学だと思います。人数の多さですね。サークルはもちろんなんですけども、それ以外にも学部学科の友達だったり、たまたま授業が一緒になった友達であったり、先輩であったり後輩であったり、本当にこの4年間で多くの人に出会いました。でもうその一人一人がもう個性あふれていて、すごい個性的で強い刺激をたくさんもらって、ここまでやってくることができたので、早稲田のいいところはその人数の多さ、個性的な人が多いというところだと思います。勉強が一番、英語もそう、どの程度のレベルの人がいるのか全然分かんなかったので、その辺がついていけるのがちょっと怖いです。そうですね、なんかみんなと助け合いながら、本当にフレンドリーな人が多いので、なんか泣きながら勉強してるのを手伝ってもらったり、そういう優しい友達が。はい、とにかく新しいことに、いろんなことに挑戦してほしいと思います。挑戦の先にいろんな人との出会いであったり、いろんな経験が待ってると思うので、いろんなところに行っていろんな人と会って、楽しい大学生活にしていただければと思います。そうですね、本当に楽しい4年間になると思うので、もう胸張って早稲田っていうのをこう背負いながらみたいな、そう、もう楽しんでほしいなっていう感じですね。絶対楽しい。やっぱり最後まで諦めないのはすごい大事だと思ってて、私もこうずっと合格判定が全然こう低い状態から逆転して合格したので、やっぱり最後まで諦めず粘り強くこう勉強するのがいいんじゃないかなと思います。勉強頑張って息抜きになんかキャンパスちょっと見学しに来たりとかしたら、いかがでしたでしょうか。卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。次回の東進 TV 大学ニュースもお楽しみに。